続いて話したくない、うん、はい、はい、ラジオネーム希望の船。女子校の風下でとんでもない深呼吸をしているあなた、三木亮介さんですよね。ロングブレスの上手な使い方だね。そうですね。あれでも吐く方だよね、基本的には。吸い込むよりも吐く方に意味があるんで。あそこ女子校か。で、でも吐いちゃうかな。吐いちゃダメだって。いや、死んじゃった。ちょっとしか吐かない。ダメダメダメ。いや、ここの空気だけ。パチャン折れちゃう。死んじゃうよ。ラジオネーム、不要義務。浜崎あゆみさん、憧れの海外セレブにはなれましたか？海外の人じゃないから海外セレブにはなれない。何言ってる？日本のセレブですね。ラジオネーム満腹亭なり。世界の終わりのピエロさん、あなたの正体って梅宮達夫なんでしょ？そうなんだ。知らなかった。秋山のお面のやつとかといろんなことが重なって梅宮さんだと思っちゃってるのかな。どっかぶってる人はじゃあ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 、ね、ラジオネームカジキマグロ、うん、落ち目の女性タレントさんたち、なんでテレビで見なくなると手料理を頻繁にブログに上げるようになるんですか？正しいなくはない。パターンですねこれね。パターン。そうなんだよ、うん、やっぱあるんだよ、その生きる道があるんだよ、うん、そこには絶対他のことできますよってアピールですね。そうそう、うん、ラジオネーム花と筋肉、ノーネンさん、聞かないであげましょう。当番組は本当にアマちゃんのノーネンさん応援してます、うん、俺も好き。ちょっと最近ちょっとアマちゃんメールが少ないですけど、うん、またちょっと盛り上げていきましょう。はい。絶対ノーネンレイナさん応援してますからね、この番組は。うん、ね、かわいいな。アマちゃんを見たことないんだけど。嘘でしょ。え、ないんすか。いや、ないね、ないから俺。なんで応援してんすか。え、怖っ。実際で応援してる。流行ってっから。いや、流行ってねえわ、もう。全然いやいやいや、違うんだよ。いや、合ってるよ、合ってる。使いこなしてる。でっけ金玉してんなー、てめえ。そんなセリフねえわ。こっちまで合っちゃったよ、今。ユニゾンしちゃったよ。おめえ、でっけ金玉してんな、ね。いや、アマちゃんのコーナーもう一回やってもいいぐらい、独立してアマちゃんやってもいいぐらい応援してるから。はぁ。って見たことはない。ない今からでも見てくださいよ。え、面白いな。面白い、うん、じゃあいいよ、応援しよう。わかりました。ラジオネーム、三平。原田大二郎さん、ここに置いてあった賞味期限切れのかまぼこ知りません？正しい僕はない。だけなんだ、原田大二郎さんが選挙で落ちたからって今情けない生活してんじゃねえかっていう想像だけど、原田大二郎さんもともと大スターだから。大スターだよ。賞味期限切れのかまぼこをどうこうするような人じゃねえわ。かまぼこぐらいだったら食えるみたいな。すげえな。ラジオネーム明日の帰り地。恵比寿吉和さん、その手に持ったドローン今からどこに飛ばすんですか？楽しいはないドローンね。飛ばさねえだらの人、うんうん、ドローンも大変だな。なんですよね。ラジオネームラッパーザキバチョ、うん、田崎真也さん、あなたがその絶賛している白ワイン、俺の母ちゃんのしょんべんですよ。いや、ひどすぎるわ。話したくはねえって。どういうことなんだろう。分かって飲んでんの？それ。ごきゅうごきゅう飲んでんの？飲まない。コロコロ転がしてるじゃないですか。泡で分かるでしょ？泡で。泡でって。泡でって、だから、すぐおしっこの泡のこと言うけど、うん、それはもう、うん、勢いによるからな、泡が出るかどうかは。お前はジョボジョボやるタイプだろ。俺は座ってソワーンってやるタイプだから、そんな泡立たねえ。それにしても泡は立つでしょ。泡立たねえよ、ショーってやったら。え？まあ、上路でやる、上後で取るんだぞ、うん、ゆっくり。あ、下物を。ペットボトルの側面に当てる、当てながら、ニョロ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 ってやるんだから。いや、それにしたら。ごま油のように取るんだよ。最後、香ばしさ出すみたいになってますよ。